バッター5番の富田です。鋭い打球、まずは一つ落ち着きたい若杉。キャッチャー成田、ここはいいボールでストライクを取りました。いいボールですね。ランナー得点圏、セカンドには投げられない、ツーアウト、ランナー進めるバッティング、ツーアウト、ランナー二塁三塁です。でバッター5番です。左バッター続きます、富田。ただ心なしかこのイニングストレート主体でですね、はい、ストレートを多く配球しているようにも見えますのでね、やっぱり対左だとどうしてもスライダー中心にね配球したくなるんですけども、いかにストレートを見せていくかっていうのがこのバッテリーの配球必要でしょうね。そういうの配球はね、もともと若杉は非常にコントロールのいいピッチャーで内角をきっちりと攻めることもできると聞いています。一つ2年生エースとしても、まあ、リードをもらって、はい、何かこう気持ちの上でも少し楽になった、そんな部分もあるでしょうかね。まあ、楽になったと思いますよ。やっぱり初めての、ね、甲子園のマウンドで4点先制されてというところを、ね、味方が取ってくれたわけですから。ここはインコース、ストレート投げてきました。外のスライダーですが富田は見ました。はい、よく見ましたね。打たせた当たりですが、およくカバーしました。一塁間に合ってツーアウト、ランナー進んでツーアウト、ランナー二塁です。1m84cm 長身の右ピッチャー大畑。バッター5番の富田です。ストレート低めの制球抜群。ランナースタート、盗塁成功、ツーアウト、ランナー二塁です。今日初めての盗塁、ランナースコアリングポジションに進めました。はい、ここは何としてでもね、やっぱり1点返したい、そのためにはもう盗塁思い切って仕掛けてきました。まあいいと思いますよ。そしてスリーボールになりました。フォアボール、一塁は空いているという状況ですが、ランナー溜まってツーアウト、一塁二塁、バッターは6番の満塁の場面でっていうふうに、ね、思いますよね。横浜ファンからするとね。そうですね。いや、しかしここを何かこうきっかけにしていきたい横浜ですね。はい、もちろんそうですね。まだ後半3イニングありますからね。5番のレフト富田、これもいい当たり、少し空いていた右中間、落ちます。バッターランナー二塁へ、ツーベースヒット。これも早いカウントから積極的なバッティング、ホームランの後、そして、は
い、これも目の覚めるような当たり、はい、いいですよ。どちらもストレートをねカウント取りに来るボールをどんどん打ってきてますね。ワンアウトランナー一塁、バッター5番の富田。チームとして史上初の甲子園ベスト8以上を目指して臨んでいる大分の明豊、10年ぶりの選抜です。変化球で追い込まれました。しかしバッターの富田も今日はいい当たりのツーベースを打っています。低め振らされた、空振り三振、ツーアウト。